聖天愛人ヒーロー物語。ヒーローは誰ですか？ヒクソン・グレイシーと、子供の頃に憧れたのはアントニオ猪木、ジャッキー・チェン、仮面ライダーです。出会いは？アントニオ猪木、ジャッキー・チェン、仮面ライダーは気がついた時にはもう大好きで、ヒクソン・グレイシーはと20代前半ぐらいです。条件は？僕に柔術は MMA のチャンピオンになるためにあるのではない、自分に自信がない人こそ、弱い人にこそ柔術が必要なんだと教えてくれたヒクソン・グレイシー先生、誰かに夢と希望を与えてくれるのが僕にとってのヒーローです。抱負は？鹿児島の格闘技界のヒーローである菊野勝則選手と同じマットに立てることを本当に光栄に思います。子供の頃から憧れてきたプロレスだったりヒーローだったり、続けてきた格闘技だったりの集大成であり、また、今まで積み重ねてきたものを破壊して新しい未来へ一歩踏み出すための場所だと思って頑張ります。重水浩二さんをヒーローと認めているのは、私は重水浩二の父です。重水雄二と言います。私は空手の治安をしておりますが、息子は10年前に広い世界を見たいと言って空手を離れ、ブラシアン柔術やテコンドーを始めました。この10年間息子が歩んできた格闘の道がどんな道であったか見届けたいと思います。重水浩二選手入場。左腕にハンデを抱え、いつも孤独だった男はとにかく強くなりたくて35歳、その時にブラジリアン柔術の門を叩きました。ヒクソン・グレイシーに言葉をかけられ、弱い自分を直視して10年、今ではパラ柔術の世界大会金メダル獲得、今まさに夢の真っ只中にいる重水浩二です。さあ、秋野さん、はい、いろんな思いがあるという一戦になりそうです。いや、本当ですよね。手に障害を抱えながら空手でも優勝したり、柔術でも優勝して、今パラテコンドでオリンピックもパラリンピックも目指していると、はい、本当にすごいチャレンジャー で強いです。ここで一旗あげたいですよね。本当そうですね、この舞台で勝ちたいと思ってます。地元鹿児島アリーナのそのセンターに立ちます。聖天愛人ヒーロー物語。ヒーローは誰ですか？僕にとってのヒーローは仮面ライダー1号こと本郷猛です。出会いは？小学校4年生の時からです。条件は？本郷猛は改造人間という悲しい過去を背負い、ただ人類の自由と平和のために戦ってきました。私は自分が戦うことによって自分と同じような障害を持った小学生や中学生のために夢や希望を与えるヒーローになりたいと思っています。抱負は？僕はプロレスラーとしてデビューして13年になります。皆さんが今回初にお目にかかるパラ格闘技マッチ、ぜひお楽しみください。聖夜さんをヒーローと認めているのは、聖夜の妻のユキと息子のシュートです。障害があってもプロレスラーになれるということを証明した主人を私たち家族は誇りに思っていますし、息子のシュートには主人の背中を見て強くたくましく育ってほしいと思っています。白の陣より聖夜選手の入場です。障害者プロレスだけではなく、柔道、柔術、レスリングを実践する組技格闘技の優が
闘技場へと歩を進めていきます。このビッグイベントの相手は心の師匠とも言うべき重水浩二です。全力で今の俺を見せるとせいや意気込んで入場してまいりました。さあ木野さん、はい、プロレスラーです。はい、あのまあ障害があってパラ格闘技っていうものが僕も その大会試合を組むことにものすごくちょっと怖かったんですけども、はい、彼自身はもう本当にこの戦うってことを大好きで、あのこの場を出れることをすごい感謝してくれたので、またやっぱ僕らの意識とはまた全然違うところにいるんだなと感じました。どういうマッチアップになるか非常に楽しみなんですが、そうですね、まず聖也選手はもう今まで辛かったこと一度もないってぐらいこう前向きな明るい選手 で重水選手はもう本当ストイックにあの練習して強くなってる選手なんで、本当に人間同士のぶつかり合いだなと思います。さあ果たしてどんな一戦になるでしょうか。まもなくのゴングです。定点外人スペシャルワンマッチはパラ格闘技マッチ、菊野勝則さんの解説、そしてゲストには3人の男の子のお母様でいらっしゃいますリエさんです。お二人のまずそれぞれの映像もご覧になりましたけれども、その何か印象いかがでしょうか。そうですね、やっぱり障害というパラリンピックとかもありますけど、はい、そういう方っていうのは自分のために戦うんじゃなくて、その自分の姿を見て、こう勇気を与えるとかっていう、そうなんかもっと私たちが普通であることって何なんだろうなっていうふうに考えさせられるなって今思いました。そしてこうやってね、舞台に立つと全くそういうのは感じさせないほどの軽快な動きであります。飛び込んでいったのは重光。さあそして、おお、本当に臆することなく聖也もそれに応じて突っ込んでいきます。左のローからおっと、左のハイで応戦。前の取り方は独特なこの重水です。ブラジリアン柔術、これはテコンドーを生かしてますね。あ、そうなんですね。そして今スイビングを狙ってたところ上からかぶせていった。そしてパンチの連打、重水が上に立っている。セイヤン、ここで防戦一方でレフェリーが止めました。一瞬の隙をついて体勢有利な状況で重水、その瞬間試合が終わりました。おそらく聖也選手はフライングニールキックっていう、まあ、胴回し回転蹴りと呼ばれる、はい、大技を出そうとしたところを重水選手は読んでこう距離を潰して、はい、上になったって感じでしたね。本当にただ菊野さんがおっしゃった通り、リエさんね、嫌なことが全然なくて、はい、こうやって怖いっていう気持ちじゃなくてどんどん前に行ってましたね。いや、まあ、ですからこういうことはもちろんね、本人も分かった上で、はい、菊野さん格闘家としては行くべきですしね。本当に、はい、僕らの物差しでかかっちゃいけないんだなって感じました。彼らは求めてるですよ、この場を。なるほど、はい、そしてそれに応えるように重水選手も正面からぶつかっていきましたもんね。まさにそうですね、まあ、本当にお互いがお互いを尊重するこの経典外人の瞬間を見られた、そのパラ格闘技マッチだったと思いますが、改めてこの組んでよかったなっていうふうに木野さん思われました。どうですか。そうですね、本当この時はものすごい心配したんですけども、この後の彼らを見てすごく良かったなと思います、はい、聖也選手のちょっと眉間のところが大きく実は腫れ上がっているんですが、これが重水選手のね、一つ拳が入った部分ではありましたけれども、ちょっと重水選手も心配そうに近寄りますが、あ、どうやら起き上がったようなので大丈夫のようですね。お、下からまだ大丈夫ですね。これだけやればもう逆に破れはしましたが、重水選手を大きく称えた聖也選手の美しい姿がありました。かっこいいですね、本当にこれがまた一人 その格闘家としての意地でもありますしね。強いなと思います。負けた後にああやってできるんだから、本当にかっこいい強い選手だなと思います。いやー、リエさん、本当に勝ち負けじゃなくて、そして体だけじゃなくて心の強さってのもね、本当におっしゃる通りですね、大事なんですね。まあ、それは非常によく感じた聖也選手の戦いぶり。重水浩二が鮮やかな TKO 勝ちでパラ格闘技マッチ制しました。